皆様こんにちは、アスキースマホ総研の翼です。 Xiaomi Redmi Note 9T を使ったちょっと便利な機能をご紹介します。本日ご紹介するのはこちら、6インチ超えのスマホ画面を 3.5 インチにして片手で使う方法です。それでは実際に操作していきます。まずは歯車のマークの設定、下の方に行くと追加設定、さらにここから片手操作モードを選択します。今このスマホなんですが6インチ超えなんですね。それを、この片手操作モードをオンにすると 4.5 インチ相当なのか4インチ相当なのか 3.5 インチ相当なのかに設定することができるんです。これ今オンにしたんですが、実際にやってみるとこのような感じで小さくすることができます。で、あとこの片手操作モードオフにする場合はこの黒い部分をタップすれば設定は完了です。操作は以上となります。ぜひ皆様、Xiaomi Redmi Note 9T を使ったちょっと便利な機能を試してみてください。